Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Skynet Nexus, nouvelle vidéo. On va donc rejoindre Ryujin, Asuo. On doit aller dans la rue principale. Alors pour quelle raison, je ne sais pas forcément. Je pensais qu'on devrait aller à la planque et qu'on allait terminer le chapitre 9, mais visiblement pas. C'est plutôt bizarre. Ah mais non, oui, logique. ナギが不確かな情報だ。もう騙されないぞ。皆さん、落ち着いてください。許可のない外出は控えてください。国が私たちを騙していたのよ。一体誰があなたたちを信じられると思うの。想像以上に混乱が広がってるな。セイランの反乱でただでさえ不安が広がっていたもの、あんな映像を見せられたら動揺して当然よ。ナギがいない。 国防軍が連れて行ったのか。後で渡りに確認してもらおう。お前たちも一斉送信の映像は見たんだな。ああ、渡月で知った情報も多かったが、本部長の口から語られるとやっぱり重みが違ったな。こうなることは分かってて、アラハバキを使ったんだ。俺は自分のやったことに後悔はしない。後悔しないように、 これからニューヒムカを変えていかなくちゃいけないんだ。こっちに誰か近づいてくる。敵か。え、本当によかった。ようやく会えた。探したよ、みんな。吹雪連隊長、心配していましたよ。旧海抜群病院で別れて以来ですね。 間一髪のところ、彼に助けられてね。気づいたらセイランに匿われていたよ。セイランによく無事とは言えませんね。怪我してるようですけど大丈夫なんですか。心配はいらない。それよりもユイトに伝えたいことがある。俺に？トゲツから君に追っ手がかかっている。早めに気づいたから撃退できたが、 次もあるかもしれない。注意してくれ。トゲツが出した追って、それを吹雪連隊長が一人で撃退したんですか。僕は口を動かしただけだ。直接戦ってくれたのはセイランの軍勢さ。セイランを動かしたのかよ。簡単に言っちゃってるけど、一体どんな手やら口やらを使ったのかね。 やっぱり重ねだけじゃなくて、ユイとも狙われているのね。とにかく無事に合流できた。お互いに聞きたい話はあるだろうし、アジトで情報共有を行わないか。その状態で歩けるんですか。ずいぶん無理をしているようですけど。寝不足はたたっているかもね。でも今はゆっくり休んでいる場合じゃないだろう。まずは安全な場所で、これまでの 吹雪連隊長、大丈夫ですか。あまり騒がない。人が集まる。みんな吹雪連隊長を休ませるためにも、ひとまず俺の隊のアジトへ行こう。知らないけど、俺はこんなところにアジトを持っていたのか。うちのアジトと同じタイプのユニットみたいね。 作りがそっくりだわ。吹雪連隊長の様子はどうだ。応急処置は終わりました。鎮痛剤が効いたようで今は眠っています。超能力を酷使したみたいで疲労も濃かったわ。目覚めるまでは安静にしておいた方が良さそうね。心配しなくとも、命に別状はないよ。 あいつはそんなにヤマじゃないさ。そうか、よかった。話をするにも待つしかなさそうね。ところでこれからはこのアジトをみんなで使うってことでいいのか。ちょっと手狭になるけど。その方が何かと便利よね。なら各自
荷物を整理しましょう。カゲラ、ユイタのことどうするつもりなの？このままうやむやにするわけにはいかないでしょ。ああ、それ言っちゃう？まあ当然か。一応俺なりに考えてるからさ、ちょっと時間くれや。Bizarre. Très bizarre. Bon, on va passer aux interludes du coup. Et là, il y a Hidian Lore, pas mal, je pense. Vous trouverez parfois de nouvelles quêtes à Suo, Seran, chez Musubi ou à l'hôpital de la BEA. En fonction de votre progression, retournez dans ces endroits et prêtez l'oreille aux personnes dans le besoin peut être utile. Consultez la mini-carte de zone pour savoir où trouver les quêtes disponibles. Ok, donc du coup, je viens de terminer toutes les étapes de relation. Du coup, tout le monde a aménagé. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, on a en tout une dizaine de zones pour chacun des membres du peloton. Avec chacun, bon, il n'y a pas beaucoup d'objets parce que bah, j'ai pas encore eu la possibilité d'avoir plus d'objets que ça pour l'instant. C'est un petit peu dommage, si j'avais su, j'aurais fait plus attention. Mais bon, ils en ont quand même quelques-uns. Ils ont aménagé également ici une petite salle un peu type sportive et des zones là. Et la cuisine, j'ai pas vérifié s'il y avait des nouveautés ou pas. Ah bah oui. Déjà, il y a une nappe sur la table. Il y a des ustensiles en plus à ce que je vois. Le frigo a été un peu customisé. Ouais non, il y a eu des trucs qui ont été rajoutés partout. Je trouve que le... la base fait quand même beaucoup plus vivante maintenant que ce qu'elle le faisait avant. Bref. Ah ouais, d'accord. On va continuer l'aventure et passer du coup au chapitre 10. Sachant que... Chapitre 10, conclusion et rencontre fortuite. なるほど。大体の事情は分かった。クナドゲートの成長に、渡月橋の正体と企みか。本当によくここまでの情報をつかんでくれた。今の私たちがまずやるべきことは、渡月の計画を阻止することね。放っておいたら、また俺たちにお手がかかって、関係ない一般の人たちにまで被害が出るかもしれない。だが、何か策はあるのかい？そうね、一つ提案があるの。渡月の制御コンピューターベイブを停止させるというのはどうかしら。レッドストリングスの研究も計画の実行も全てはベイブありきのものだから。ベイブを停止させることができれば渡月の計画自体を阻止できるということか。わかった。今状況に対し最も的確な判断ができるのは君たちだ。僕もその考えに従おう。渡月のことは君たちに託すことになってしまうが、僕にできることがあれば何でも言ってくれ。それではニューヒムカ政府に掛け合ってセーラン臨時政府との間を取り持っていただけませんか。ニューヒムカ政府は混乱状態です。それを落ち着かせるだけでも渡月の動きは制限されるはずです。つまり両政府に休戦協定を結ばせればいいんだね。政治家が渡月に抱いている潜在的な不安感、不気味さをうまく煽ればきっと首を縦に振るさ。そうだね、やってみるよ。僕は政治家ではないから政府がどこまで聞く耳を持つかわからないが、せいぜい連隊長の立場を活用させてもらうよ。よし、早速交渉の準備を始めるとしよう。吹雪、無理はしてくれるなよ。姉さんこそ、そっちは任せたよ。スオとセイランのことは吹雪連隊長に任せて大丈夫そうだね。僕たちは渡月への潜入、
だな。どんな作戦で行く？そのあたりはカゲロウと強化が持つ情報を参考に策を練ってみることにしよう。あー悪いんだけどさ、その役目強化お姉様に任せちゃっていい？ユイト、トゲツに行く前にお前に話したいことがある。いいけど、なんだ？気づいてるんじゃねえの？おっと、悪いが場所を変えさせてくれや。そうだな、菊池場で待ってる。お前のいいタイミングで来てくれ。かけろ。ごめん、俺ちょっと行ってくる。作戦のことは任せるよ。あ、ユイト！待って花火、それからつぐみたちも。あなたたちに話さないといけないことがあるわ。なんだ、カセネまで。カゲロウの件ですね。聞きましょう。カゲロウの話って、やっぱり。Je me demande ce qu'il veut nous dire. Ok, bon go.Elle est jolie cette zone, hein, franchement. Je me rappelle que j'avais bien aimé dans la démo. Alors je vais vérifier par où on doit passer pour aller. Ok. Donc là je dois aller à gauche. Ah oui, d'accord, ils veulent que je prenne l'ascenseur en gros.Bah écoutez, let's go, hein. Je comprends pas qu'ils nous fassent à chaque fois traverser des zones qu'on a déjà traversées juste pour parler avec un personnage, quoi. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Pourquoi pas, hein. Dans tous les cas, c'est pas comme si j'avais le choix. Attendez, si, c'est par là-bas, non? Ouais, c'est ça.悪いな、こんなところまで呼び出して。話って？お前の父親、ジョー・スメラギ評議会議長のことだ。まさか未だにカサネちゃんが殺したとは思ってないだろう。議長を殺したのは俺だ。本当にお前が？そうだよ、この俺が殺した。今まで黙ってて悪かったな。なぜだ？なんで、なんで父さんを殺した？答えろ、かけろ！別に議長に恨みはねえよ。俺自身のためだ。わかりやすく言えば、まあ保身だな。それに俺の超能力ってほら、いかにも暗殺向きだし、そういうお仕事担当っていうかさ。ふざけるなよ！ちゃんと全部説明しろ！だから言ってるじゃねえのよ。悪かったってこうして自白してんだろう。もちろん俺を許せないってのはわかる。どうしてほしい？どっかに消えろってんなら従うぜ。それがお前のやり方か。ああ、そうだ。所詮俺はこういうやつなんだよ。なら俺も俺のやり方で決着をつけさせてもらうぞ。おっと、そう来るとはね。
まさか本気じゃねえだろ、いい子ちゃん。ぜ、マジでやろってのかよ。戦え、かげろう。俺は本気だ。あ、d'accord。Tu veux te battre contre un mec qui peut se rendre invisible ? Stan Tsugumi. Ça y est, je l'ai eu. としても無駄だ。お前、その力は親父の仇。冗談じゃねえよ。俺はまだ死ねないんだ。待て、ユイト、今はまだ殺さないでくれ。ここで死んだあの子のために2000年やってきたことが無駄になる。やっと本音が出たな、カゲロウ。Il a eu peur. Oh my. Masaka, sai chocolat. Quoi de mon sinaito? Oh my, wa honshin de hanashte kurenaidaro. Ma. Bunnaguri takatanamo, honto dagado. Oh my, magicao. Ore mechakcha da sejaneka. Honto no koto. Hanashte kureriona. Ah.ユイト、カゲロウ。まだ話の途中だったかしら。カゲロウ、怪我見せて。手当てする。つぐみちゃん、悪いな。みんなも聞いたのか、親父のこと。うん、重ねが話してくれた。ユイト、その大丈夫？まあ今はなんとか。親父の事件のこと話してくれ。そうだな、どこから始めるか。ねえカゲロウ、私も知らないから推測になるけれど、トゲツからの命令だったんじゃないの？
その通り。俺は任務のために渡月から周防へ送り込まれた暗殺者だ。なるほど、セイラン政府からの依頼ではなかったのか。スメラギ議長は過去の議長たちと違って渡月に不信感を持ってたらしい。それで危険因子と判断されたんだよ。渡月のために暗殺を実行したのか。渡月のベイブの計画を潰すために、俺自身が不穏分子として疑われるわけにはいかなかったんだ。だから保身なんだよ。そもそももう少し俺がうまく立ち回ってりゃ、暗殺なんてしなくても渡月の目をごまかせたんだけどな。だからスメラギ議長には申し訳ないと思ってる。けじめをつけろって言うならそうするさ。だが渡月の件が片付くまでは待ってほしい。虫がいいのは承知だ。頼む。あの子って誰だ？それが理由なんだろう。まあその話をしないわけにはいかないよな。俺には月に残してきた家族がいる。妻と娘がな。妻とは地球への移民事業の中で出会って娘が生まれた。移民がなかったことになれば娘の存在もなくなる。そんなことは絶対に許せねえ。だからレッドストリングスを使わせるわけにはいかないんだよ。娘さんの存在を守るため。2000年も前の話だ。もうとっくに亡くなってるはずだし、何をバカなことをと思うだろうな。けど俺の家族が、あの子が確かにいたって事実まで消させたくはなかったんだよ。あなた、それほど大事な家族をなぜ月に置いてきたの？一緒に地球に移住すればよかったじゃない。ただの移民ならな。俺は移民団に紛れた工作員だ。地球の再開発を失敗させることが目的のな。なぜです？月は千年もかけて地球環境を整えたはず。完遂間近になって失敗させるなんて。それは月の状況が変わったからかしら。確か宇宙から何かが飛来したっていう。強化もそこまでは知らないのか。ちょっと長くなるが、2000年前の昔話をするぜ。ヤクモスメラギたちが移民団として地球に渡った頃だ。ある彗星が月の近くを通過していった。彗星は宇宙空間に未知の物質重粒子を残していった。その物質が重力の関係で月と地球に降り注ぎ始めた。地球はまだほぼ無人の星だ。影響は未確認だったが、月では人が化け物になる疫病が確認され始めた。人が化け物に？それってまさか。そうだ、怪異化だよ。重粒子に生物が触れると異形の姿、怪異に変質しちまうんだ。当時の地球再開発は重力制御の最終段階に入っていた。これを狂わせれば月に重粒子が降下するのを防げると、月陣営の計算では結論付けられた。で、俺はその密命を受けた工作員だったってわけだ。しかしすでに地球にはヤクモスメラギをはじめ移民団がいただろう。彼らは見捨てられたというのか。ひどい話だよな。だが現実は月の思惑通りにはいかず、ヤクモたちの抵抗もあって作戦は失敗した。そして月はプラン B を発動した。重粒子を地球へ押し付け囲い込み、俺たちが月へ戻ってこられないようにしたんだ。重粒子で地球を囲う、それが断絶の帯か。
月の宇宙技術は我々の何歩も先を行っているようだ。当時の月人口は飽和状態で、すでに多くの人々が地球へ渡っていたそうよ。口減らしの意図でしょうね。俺は月からも切られ、地球にとどまるしかなかった。その後の月がどうなったのかはわからない。開花が広がっているかもしれないのね。お姉ちゃんと同じような人たちが。それでも家族は無事だと信じ、月へ戻ることを夢見て、俺は渡月の一員になった。何度もコールドスリープを繰り返しては起きて、同志と交代で断絶の帯を突破する方法を模索していたんだ。だが何度目かに目覚めたところで、渡月の奴らが方針を転換していたことに気づいたってわけ。歴史のリセットなんて納得できるわけがない。だから俺は獅子神中の虫に転身した。手落ちだ。話は分かった。親父が政府を主導してやってきたことには間違いもたくさんあったと思う。でも俺にとってはたった一人の親父なんだ。親父を殺したことはやっぱり許すことはできないけど、だからこそ家族の存在を消したくないって気持ちはわかる。だから一緒に渡月を止めよう。俺は一生カゲロウを恨む。でも一緒に渡月に立ち向かっていくことはできると思う。それでいいのか？ああ、それに俺だってどこかで間違えてたら、目的のために望まないことに手を染めてたかもしれない。だからほんのちょっとだけどさ、わかるような気がするんだ。お前俺なんかよりずっと大人だな。いや、俺がいつまでもガキすぎるだけか。結局お前に決めてもらっちまったな。情けねえが、渡月を止めるために俺にも協力させてくれ。話はまとまったかしら？カサネ、お前にも迷惑をかけたな。悪かった。急に塩らしくなるのも気持ち悪いわね。カサネ、ごめん。親父のこと犯人だって疑って。いいえ、黙っていた責任は私にもあるわ。ユイトを殺そうと考えていた時、私のことを恨んでくれた方が決意が鈍らなくて済むと思ったから。そうだったのか。だからあなたが謝ることなんてない。うん、わかった。それじゃこの話はここまでにしよう。みんなも思うことはあるだろうし、俺だって何もかも整理できたわけじゃないけど、今はやるべきことをやろう。全員で力を合わせてさ。ユイトにそう言われてしまったら、僕たちはこれ以上何も言えませんよ。さて、では本題だが、我々は一刻も早く渡月に向かい、ベイブを停止させるべきだろうね。渡月への潜入についてだが、俺の超能力で全員を透明化するってのはどうだ？私やカゲロウの裏切りは承知されていると想定した方がいいとは思うけれど、しかしあまり検討する時間もありません。危険ですが、カゲロウの案に可能性はあると思います。渡月だってまさかこの少人数で攻めてくるとは思っていないはず。奇襲になると考えましょう。よし、やろう。まずは比叡の山を登って渡月の近くまで行こう。Ok, bah c'est plutôt cool. On a eu finalement pas mal de révélations, puisqu'on sait enfin comment la ceinture de l'extinction est apparue. Elle est arrivée via l'espace,
avec, en amenant avec elle ces fameuses particules d'autres qui en fait transforment les formes de vie humaines en autres. Et c'est ensuite la civilisation de la Lune qui a poussé cette ceinture pour entourer la Terre pour pas que les colons puissent s'en échapper étant donné que la population de la Lune était surpeuplée. Ce qui veut dire que finalement les deux parties avaient raison, autant les colons de la Lune de Togetsu que ceux qui étaient arrivés par avant au final de Neo Himuka. Donc on a quand même appris pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner. Et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure, l'infiltration de Togetsu. A très vite, bye bye.